美穂さん、いつになったら子供を産むのかしら。そろそろ私もいい歳だし、真剣に考えてもらわないと。いい加減いい報告が聞きたいんだけど。悦子さん、お久しぶりです。どういうことでしょうか。子供ですか。あらやだ、とぼけちゃって。私はね、何でも待っているのよ。努力くらいしているんでしょうね。いや、だから何の話でしょうか。今更どうして私にそんなことを。悦子さんは関係がないはずですけど。関係がないですって。姑の私に対してなんてことを。関係大割り決まってるでしょ。とぼけないの。いやいや、本当に何を言ってるんですか。もしかして私がまだ息子さんと一緒だとでも。あなたの方こそ何を言ってるのよ。今あんたが一緒にいるかどうかなんて関係ないの。さっさと子供を産んでちょうだい。私はさっさと孫の顔が見たいのよ。いや、なんか勘違いされてませんか。私の子供は悦子さんの孫ではありませんよ。何を言ってるの。いい加減見なさい。ずっと連絡をよこさないと思っていたら何ですか。姑に対する態度を改めなさい。いやいや、だからそもそもそこがおかしいんですよ。悦子さんはもう私にとって姑じゃありませんし。何を言ってるの。さっきから私を名前で呼んでいると思ったら私が姑じゃないですって。あなたいつからそんな非常識になったの。ちょっと待ってください。もしかしてですけど、私が颯太さんと離婚したのを知らないんですか。あなたね、いい加減にしなさいと言っているの。そんな縁起でもない冗談をよしなさい。いや、冗談じゃなくて本当です。もう2年も前に離婚していますよ。だからお母さんと呼ぶのもどうかと思って。そんな白々しい嘘をよしなさい。この前だって颯太があなたの愚痴を言ってたわよ。仕事もしないで家でぐうたらしてるらしいわね。はい、何の話ですか。私は毎日仕事で忙しいんですけど、今日だって仕事終わりで本当はクタクタなんです。嘘はおやめと言っているでしょう。私に嘘は通用しないんだからね。颯太はこんな嘘までつく読みのどこがいいのかしらね。だから私はもう颯太さんと一緒じゃないんです。何度言ったら信じてもらえるんですか。颯太からずっとあなたの話を聞いているわよ。1年くらい前までは仲が良かったそうじゃない。でもここ最近はひたすら愚痴ばかり。孫も産めないんじゃ仕方ないわよね。1年前。1年前って私たちも離婚していますよ。何を言ってるの。私のところに挨拶に来たでしょ。一瞬だけ来て帰って行ったけど。本当に何言ってるのかしら。私が1年前に挨拶に行ったんですか。それ本当に私ですか。そんな覚えはないのですが。何を言い出すかと思えば。私が嫁の顔を見間違えるわけないでしょ。そそくさと帰って行ったわよね。それで。体調が悪いって言ったのでしょ。つわりなのかと思ったのよ。ついでに妊娠したのかなと期待したのに。そんなことがあったんですね。記憶にございませんが、とても興味深い話をありがとうございます。何をのんきなこと言ってるのよ。まずはごめんなさいでしょ。謝りなさいよ。はい。この孫も産めない役立たずが。私は早く可愛い息子の子供が見たいの。子供を産めない女なんて役立たずでしかないわ。だったらせめてお金を稼ぎなさいよ。なんで今更そんなこと言われなきゃいけないんですか。悦子さんにそんなこと言われすじゃいありません。私は忙しいので失礼します。ちょっと美穂さん、逃げるんじゃないわよ。そろそろ私に挨拶にも来なさいよね。もう私には関係ないですから。おやすみなさい。ちょっと美穂さん、まだなの。妊活は努力くらいしてるんでしょうね。本当にそろそろいい加減にしてほしいんだけど。悦子さん、それはこっちのセリフですよ。あー、でもいいところに連絡が来ましたね。ちょうど私も連絡しようと思っていました。何？何なの？颯太の子供を妊娠したの？私はおばあちゃんになるの？残念ですけど、それはありえません。もう諦めてください。何よ？もしかしてあなた不妊症なの？そういうわけではありませんよ。なら何だって言うのよ。私のことをこんなに待たせて、孫を産めない役立たずの嫁はいらないのよ。妊娠できないならさっさと息子と離婚しろ。再婚して子供もいますけど。え？何を言っているの？だからそれはこっちのセリフですよ。私は颯太さんとはとっくに離婚しています。もう2年前の話だって言いましたよね。そんな嘘やめなさいって言ってるでしょ。だから嘘じゃないんですって。私はもう再婚して子供もいます。3人家族で幸せに暮らしているんです。再婚？どういうことなの。じゃあ颯太はどうしているのよ。そんなのを知りませんよ。あなたの息子でしょ。
でも、あの子からは何も言われてないわよ。そのようですね。私たちは価値観の相違で別れました。お互いの両親には、それぞれ伝えることになったんです。私は自分の両親には話したんですけどね。え？じゃあ、ソータが私に隠し事をしてるってこと？そういうことですね。私はお互いの両親にも話すべきだって言ったんですよ。最後にご挨拶をするべきだって。でも、彼は堅くなに嫌がったんです。悦子さんがブチ切れるはずだからやめておけって。そうだったの？じゃあ、あなたは本当にもう嫁じゃないのね？違いますよ。とっくの昔にね。今更悦子さんから連絡が来てびっくりしましたけど。でも、だったら一年前のあれは何だったのよ。私のところまで挨拶に来たじゃない。その時は何も言ってなかったでしょ。それ、私じゃないですね。私の格好した別の女です。え？体調が悪そうだったと言ってましたよね。で、そそくさと帰っていった。そうだけど。マスクをしていて顔が見えなかったんですよね。確かにそうだったけど、だから何よ。ソータはミホって呼んでたわよ。やっぱりね。実はおかしいと思って調査したんです。あなたの息子、その女との関係長いみたいですね。思いがけない発見で本当にびっくりしてますよ。え？どういうこと？私と結婚している時から関係があったみたいです。私と離婚した次の日に籍を入れてたんですよ。離婚理由がまさかそんなことだとは思ってなくて。今回、悦子さんからの連絡が来なかったら損してました。ちょっと待ってよ。ついていけないんだけど、何がどうなってるの？今息子は他の女性と一緒にいるの？そうです。私との離婚はその女性が原因みたいですね。つまりソータさんが愚痴っていたのは私ではなく今の奥さんのことです。そういうことなの？仕事にも出ない妻ってミホさんのことじゃなかったの？違いますよ。私結婚してから仕事辞めたことないですもん。産休で休んだことはありましたけど仕事を辞めようと思ってないですし。え？そうだったの？むしろ仕事もしないでぐうたらしていたのはあなたの息子の方でしたよ。仕事をしてはクビになってを繰り返してたし、今も無職のニートっぽいですけど大丈夫ですか？え？そうなの？そうだから何も聞いてないわよ。離婚のことも仕事のこともずっと自分は大丈夫だって言っていたし。不貞行為を働いたことが恥ずかしかったんでしょう。だから隠しておけばバレないと思った。悦子さんの前で彼女を私の名前で呼ぶなんて完璧に黒ですよね。そんな。でも悦子さんには感謝することになりました。え？どうして？だって慰謝料が請求できるんですもん。どういうこと？まさかソータに慰謝料請求するの？当たり前じゃないですか。だって離婚した次の日に再婚ですよ。当分は一人で過ごす時間を楽しむよとか捨てゼリフしてたくせに気持ち悪いわ。でも何かの勘違いかもしれないし、あなたがもう再婚しているのは分かったからこれで十分よ。あなたももう私たちに関わらなくていいわよ。ここまで来たらそうはいきませんよ。私はもう証拠も掴んでいます。知り合いの知り合いがソータさんの友達でよかったです。世の中どこで誰と繋がってるかわからないですね。でももうソータとあなたは関係がないんでしょ。今更昔のことを掘り返さなくてもいいんじゃない？そうもいきませんよ。もう知ったからにはしっかり慰謝料を払ってもらいます。今思い出すとすごく腹立たしいですよ。どのセリフも全部事実隠蔽のためだったのかって。そんなことは言わないでさ、仲良くやりましょ。お互いにもう新しい人がいるんだしさ。そうですね。もうあの人とは縁がないので情けもありません。容赦なく慰謝料をいただく準備を進めています。もう逃げられませんよ。待って、お願いよ。これは私のミスだから。あの子仕事もないんでしょ？仕事もしていないのでどうなるんですかね。悦子さんが働いて助けるのはどうですか？可愛い息子さんのためですし。そんなの今更無理よ。何年も仕事をしていないのよ。そろそろあなたたちに仕送りをさせようと思ってたの。うわ、本気ですかそれ。さっさと別れておいて正解でしたわ。なら頑張って働いてください。こんな老いぼれに働けって言うの？非常にも程があるわ。私には関係ない老いぼれなのでどうでもいいです。お金がないなら働いてください。子供を産めなんてしつこくするからこうなったんです。むしろ被害届を出したいくらいですよ。だから謝っているでしょ。今回のことはなかったことにして。なかったことにはなりませんよ。これが事実ですから。ちなみに今の女は借金もすごいらしいですよ。お仕事頑張ってくださいね。そんなの無理よ。生活費を稼ぐだけでも大変だろうに。人の借金なんて返せないわよ。それはやってみないとわかりませんよ。
努力しろ努力しろって私に言ってきたじゃないですか。徹子さんこそ努力をしてみてください。お願いよ、こんなの知らなかったの。まさか息子は離婚してるなんて思わなくて、許してください。もう遅いです。事実を知ってしまったからには手を打ちます。この度は情報いただきありがとうございました。待って、お願い、私が悪かったから許して。嫁をいびり続けるからこうなるんですよ。さっさと離婚して正解だったと改めて感じます。悪いことをするとツケが回ってくるんですね。じゃ、息子さんと地獄に落ちてください。その後、美穂さんの宣言通りに悦子さんの息子蒼太さんは慰謝料請求をされたようですね。頭を下げたものの許してもらうことはできず、悦子さんの嫁いびりに対する迷惑料も払うべきかを話し合うことになったんだとか。一方で美穂さんは旦那さんと子供と3人で幸せな生活を送り、優しい姑に恵まれたことのありがたみを実感しているのだそうです。しつこい嫁いびりをして嫁を困らせていた悦子さん、可愛い息子の尻拭いに付き合わされることになったのも自業自得ですね。大輝大丈夫？もしかして今日体調悪かった？いや違う、そんなんじゃないから。じゃあどうして？いきなり大輝が帰っちゃったからさ、うちのお父さんも心配してたんだよ。ああ、ごめんごめん、急な用事思い出したってことにしておいて。ねえ大輝、本当にどうしちゃったの？せっかく今日は私のお父さんに結婚の挨拶に来てくれたのに、どうしてあんな急に帰っちゃったの？それを知ってどうするわけ？俺が理由を言ったらマリナは改善してくれんの？話が全然読めないけど、でも私は大輝がもし何か嫌に思ったことがあるんだったら、なるべく改善できるように努力するよ。せっかくプロポーズしてくれて結婚するってなったのに、これからのためにもちゃんと話してほしいの。じゃあ言うけどさ、俺やっぱりマリナとの結婚無理だわ。え？じゃそういうことで。ちょっと待って、何言ってるの？冗談でしょ？うちのお父さんだって結婚を認めてくれたんだよ。そんなのどうでもいいよ。俺はただお前の家の現状を見て結婚とか無理だわって思っただけ。これ以上別に言うことないんだけど。うちの家の現状って何？何か大輝の勘に触るようなことあった？いやー、やっぱり今日マリナの家行って思ったんだよね。母親がいない家ってやっぱり何か足りないなって。何それ？確かにうちは父子家庭で、お母さんは何年も前に離婚してていないけど、お父さんにはたくさん愛情もらって育ててもらったし、何か不自由なことがあったわけでもないんだよ。それは知らないけどさ、普通に考えてやっぱ父子家庭ってきついだろ。きついって何？私の両親が離婚してて父子家庭だってこと、大輝には最初からちゃんと話してたよね。それなのに今更どうして？しつこいな。無理なもんは無理なんだよ。家も正直立地はいいけど、一軒家のくせにだいぶボロい感じだし、母親がいないってことはまともな手料理も作れないんだろ。そんな女と結婚するのちょっときついじゃん。そんな、別にお母さんがいなくたって料理は私もできるし、あの一軒家だって普段は住んでないの。今回は大輝に話したいことがあってあの家に呼んだだけで。お前まさか結婚したらあの家俺にリフォームしろとか言うんじゃないだろうな。え？あ、なるほど、そういうことか。道理でプロポーズもすんなり受け入れたなって思ってたんだよ。無職の父親と3人で暮らすために俺にリフォームさせる気だったんだな。違うってば、そんなつもりない。大輝の勘違いだよ。どうだか、そんなこと言ってリフォーム代も生活費も何もかも全部俺に負担させようとしてたんじゃないのか？そんなわけないじゃん。お父さんだってそんな風に思ってないよ。私だって純粋に大輝と結婚したいって思ったから、大輝からのプロポーズだって受けただけだし。そうやって俺につけ込んで楽しいか？父子家庭っていうのは知ってたけど、まさかあんなボロい家に無職の父親とか。お前は自分一人で父親を養うのがきついから俺と結婚したかったんだろ。俺と結婚して俺の金で生活しようと思ったんだよな。そんなんじゃないってば。ねえお願い大輝、私の話もちゃんと聞いてよ。聞くだけ時間の無駄だろ。ああ、婚約指輪もあんなに高くていいやつ買ったのにな。マジとんだハズレくじ引いたわ。ひどい、うちの事情何も知らないくせに勝手なことばっかり言って決めつけないでよ。は？お前がそんなこと言える立場か？あそこまでゴミみたいな家庭環境だってこと俺に言わずに騙してたくせに、よくもまあ俺にそんな偉そうな口が聞けるな。
ゴミみたいな家庭環境って、私はともかくお父さんまでバカにしないでよ。男で一つで私のことをここまで育ててくれたのに、どうしてそんなことが言えるの？はいはい、いい話ですね。でも悪いけど、俺には父さんも母さんもいるからさ、やっぱりお前みたいな片親女とは結婚できないわ。じゃあ最初から付き合わなきゃよかったじゃない。その程度ならプロポーズなんてしてこないでよ。顔がいいから結婚してもいいかなと思ったんだよ。でも俺の金を当てにされるようじゃ困るしな。ってことでお前との結婚はなしだ。直接話し合うこともないの？時間の無駄すぎ。何があってももうお前と結婚するなんて思考にならねえよ。じゃな、片親貧乏女。おっす、久しぶりだなマリナ。大輝？どうしたの？ああ、勘違いすんなよ。別にお前とより戻すために連絡したわけじゃないからな。わかってるよ。でも何かしら用事があったから連絡してきたんでしょ？ああ、そうそう。返してもらおうと思ってさ。え？何を？は？決まってんだろ。婚約指輪だよ、俺があげたやつ。結婚しないやつにあんな高価な指輪あげるのもったいないからな。あの渡した指輪、返してもらうわ。それはいいけど。ねえ、大輝、一回だけでいいから話せないかな？は？なんでだよ。今更話すことなんか何もないだろう。大輝はそうかもしれないけど、私は違うの。私のマンションにある大輝の私物とかだってあるし、とにかく一回ちゃんと話すべきだと思うの。結構です。てか俺もうお前のことは用済みなんだ。は？何その言い方。私は物じゃないんだけど。俺さ、後輩と結婚することにしたから。後輩？というか結婚ってどういうこと？お前とは婚約破棄ってことで。そういうことじゃなくて、後輩って誰なの？なんでこの間私とあんなことがあったばっかりなのにすぐ別の人と結婚なんて話になるのよ。もうお前とは何の関係もなくなるから言うけどさ、俺実は後輩のユミちゃんとも付き合ってたんだよね。は？ユミちゃんって立花さんのことだよね。どうして大輝と立花さんが？いやいや、ただの遊び相手だったんだよ。顔に関しては圧倒的にマリナの方が良かったし。だから俺の中ではあくまで一番はマリナだったんだけどさ、お前の家がボロいし父親はニートだし、そういうこと全部含めたらユミちゃんのがいいかなって。何それ、浮気してたってことじゃん。浮気なんて言い方やめてくれよ。俺はちゃんとマリナにバレないようにうまくやってたんだ。むしろ感謝してほしいな。ふざけないで。人のことなんだと思ってるの？いきなり自分勝手な理由で婚約破棄してきたと思ったら、今度は後輩との浮気の暴露と結婚報告？非常識にも程があるでしょ。非常識？非常識な家庭環境で育ったお前に言われたくねえよ。ニートの父親を持つ女と結婚とかマジ勘弁だわ。父は会社の社長だけど。は？何言ってんだよ、そんなわけないだろ。お前俺と結婚したいからって必死すぎ。マジダサいからすがるのやめた方がいいと思うぜ。私は事実しか言ってないけどね。このことは結婚するまで黙っておこうと思ってたの。会社経営してる社長があんなボロい一軒家に住んでるわけないだろ。お前騙すの下手すぎ。あの家にも事情があるって話したでしょ。でもまあいいよ、信じないんだったらそれはそれで。とにかく早く指輪返してくれたらそれでいいから、俺はさっさとユミちゃんとの結婚の話を進めるからさ。あ、お前も結婚式に呼んでやろうか？結構です。呼ばれても行きませんので。そりゃあ元彼が後輩に取られるの悔しいよな。まあお前には悪いけど俺は一人で幸せになるわ。せいぜい父親の生活費までくれる大金持ちと結婚できるといいな。じゃ、頑張れよ。マリナ、久しぶり。元気にしてたか？お久しぶりですね。どうしたんですか？そんな敬語なんか使うなよ。結婚の話にまでなった仲じゃん。でも破棄になったので、あなたとは今では赤の他人です。そんな寂しいこと言うなって。俺さ、マリナがいきなり会社辞めてからずっと心配してたんだ。俺のせいで辞めちゃったのかなって。確かに時期的に別れた時に部署を離れたのは事実ですけど、別にあなたのせいではないので。そうか、それならよかった。俺ずっと考えてたんだよ。俺が本当に愛してるのはやっぱりマリナなんじゃないかなって。へえ、多分違うので大丈夫ですよ。いや、俺にはわかる。俺の運命の相手はきっとマリナなんだ。本能的に俺がマリナのことを求めてるんだよ。気持ち悪い。おい。ああ、ごめんなさい。でも立花さんと結婚するって言ってましたよね。それはどうなったんですか？あいつはやっぱり違うと思ってさ、申し訳ないけど振ったんだ。
俺はやっぱりマリナを愛してる。結構です。あんなに散々好きかって言われたのに、もうあなたに気持ちが戻ることはないので。そんなこと言わないでくれよ。俺はどうしてもマリナと結婚したいんだ。マリナだって本当は俺のことを好きだろ。今だったら結婚してやってもいいけど。無職と結婚はちょっと。え？会社クビになったんだよね。は？なんでマリナがそのこと知ってるよ。もちろん私と婚約しているにもかかわらず、立花由美さんと浮気関係、それに加えて既婚者の神崎さんとも不貞行為、これらがバレて即刻解雇。本当に間抜けとしか言いようがないね。なんでそんな詳しく知ってるんだよ。誰に聞いた？お父さんに聞いたよ。お父さん？あのニートのか？だからニートじゃないってば。言ったでしょ、会社の社長だって。なんでそんな人が俺のこと知ってるんだよ。そりゃ知ってるでしょ。娘のことを散々傷つけた元婚約者であり、自分の会社の社員なんだから。自分の会社？私たちが勤めていた会社、社長は私の父だからね。は？いや嘘だろ。だって社長の名前は確か天馬、マリナの名字は宮野だろ。私は父の会社に将来的に入社する予定でいたから、いろいろ考慮して親が離婚するときに母の名字を取ったの。会社で社長と同じ名字だったらちょっと不思議だし、それに何より天馬なんて名字珍しいでしょ。バレたらいろいろめんどくさそうだったからさ。そんな、じゃあ社長令嬢だったってことか。まあそうなるかな。ちなみに大輝は私が会社辞めたと思ってるみたいだけど、いい機会だったから社長秘書になったの。大輝が私と結婚すれば次期社長だったのに、残念だったね。俺は今でもマリナと結婚したいと思ってる。浮気したことは謝るけど、もう一回チャンスをくれないか。え、無理。せっかくお父さんが優秀な探偵を雇って証拠をかき集めて、あんたのことを解雇まで持っていくことができたのに、なんでこの後に及んであんたと結婚なんかしなきゃいけないわけ？そんなこと言うなって。頼むよ、俺今金もないんだ。頑張って社長継ぐから。だから頼む。結構です。あと分かってると思うけどさ、婚約しているにもかかわらず浮気行為をしてたんだから、婚約破棄に伴う慰謝料請求させてもらうね。は？慰謝料？いや無理だって。マジでお願いします。許してください。どんな手を使ってでもきっちり支払ってもらうから、せいぜい覚悟しておいてね。それから私は大輝との連絡手段をすべて断ち、会社の顧問弁護士に依頼し、今回の件に関して大輝に慰謝料を請求。一括で請求したこともあり、大輝はいくつものキャッシングを利用して返済したようです。しかし解雇になったこともあって、就職先を探すのにも苦労しているようで、今はいくつかのバイトを掛け持ちして借金返済に励んでいるようです。こんばんは。こんばんは。先輩の奥さん？ああ、元奥様かな。はじめまして。私、会社の後輩で、いつもお世話になっているマナと言います。こちらこそ。離婚前から元主人の哲郎が大変お世話になっていたそうで、何も知らずに過ごしていて、今真実を知って驚いているところです。何か誤解をされてるようなんですけど、私と先輩の間には元奥様が考えられているようなことは全くありませんよ。それに私、婚約者がいますから、下手な勘繰りはやめてほしいです。今私が出て行った家に入り浸ってますよね。先輩が会社を独立する計画があって、私はそのサポートをしています。そのための話を会社でするのは無理ですし、かといって気軽にファミレスでってわけにもいかないし、それで先輩の家でってことになってるだけです。あなたに婚約者がいることを哲郎は知らなかったみたいだけど、言う意味あります？はっきり言ってただの会社の先輩ですよ。私、プライベートと仕事はきっちり分けるタイプなんで。きっちり分ける割には先輩の家に上がり込んだりするのね。だからあそこは事務所みたいなもんです。さっき哲郎と話したんだけど、彼はあなたと2年前からお付き合いしていたと言ってた。は？私と哲郎が離婚したのは半年前。完全に不倫関係だったってことになるけど。私は付き合ってるなんて全然思ってなかったんですけど。先輩、何か勘違いしてるのかな？今度から気をつけますね。てか、あなたってもう先輩の奥さんじゃないですよね。もしかして、まだ先輩に未練たらたらなんですか？もう離婚したんだから、前向きに生きた方がいいですよ。はっきり言って、
先輩なんて大した男じゃないし、忘れちゃった方がいいと思います。確かに別れた当初は未練があったのは認める。別れた原因がどちらの落ち度もないことで、それでもどうしても二人で解決できないことだったからなおさら。確か先輩が留守の最中、家に強盗が入ったんでしたよね。そんなドラマみたいなこと実際にあるんだってびっくりしました。その日は哲郎出張だって嘘ついてあなたの家に泊まってたのよね。さあ覚えてないな。あれ、お仕事するために一緒にいたんじゃなかった？どうだったっけ。私がいる病院に哲郎が駆けつけてくれたんだけど、その彼をあなたが車で乗せてきたのをうちの妹が見てるの。はあ？あなたの妹？適当なことを言わないでください。私あなたの妹なんて会ったこともない。妹さんが私だってわかるわけない。私の妹夫婦も車で病院に駆けつけてくれたんだけど、病院の駐車場に後から入ってきた車から哲郎が降りてきたらしくて、その車が自分たちの車の前を通り過ぎていくとき、チラッと女性が運転してるのが見えたって。チラッと女性が？それが私だと？何の証拠にもならない。妹も妹の旦那さんもその時は私のことで必死だったから深く考えなかったみたいなんだけど、数日後に夫婦でその話題になった時、ふとそういえばあの時女の車から降りてこなかったって思い出したそうなの。それが私ってどうして言い切れるの？ただの言いがかりじゃん。妹はそこでドライブレコーダーの録画を見返してみたんだって。え？バッチリ映ってた。あなたの車から哲郎が降りてくるところが、あと妹たちの車の前を通り過ぎていくあなたが運転する車の姿も。あ、そう、思い出した。あの日はやっぱり仕事関係で会ってました。一晩中独立の話をしたり計画立てたり、そうしてたら奥さんから強盗に入られたって連絡があって、もうびっくりして急いで病院に行かなきゃってことだったから私が車を出したんです。そうそう、そういえばそんなこともあったかな。急いで病院に？私が連絡して哲郎が病院に駆けつけるまで4時間はかかってたよ。そうでした？出張だって言ってた手前、あっという間に駆けつけるわけにはいかなかったんでしょ？一応遠くから急いで駆けつけたってことにしたかったのね。もしやましいことなく本当に仕事をしてただけなら、妻の一大事にそんなことするかな。変に疑われたくなかっただけ。特にその時は奥さんが強盗にあったってショックもあっただろうし、それ以上変なことで悩ませたくなかった。それが今となっては裏目に出ちゃったみたいですね。奥さんのためを思って気を利かせたつもりだったんですけど。てかさ、その妹も立ちが悪いよね。女の車から出てきたってわざわざチクるんだ。すっごい落ち込んでるお姉さんに。妹はすぐにはこの事実を言ってこなかった。私が普通の精神状態じゃなかったのもあって余計な心配事をさせたくなかったって。でも離婚して私がなかなか哲郎のことを吹っ切れない姿を見て、実はって教えてくれた。完全に誤解なのにね。不倫の証拠にも何にもならないよ、そんなもん。不倫なんて絶対してないって言い切るんだ。はい、だって本当にそうなんですもん。ねえ、もういい加減にしてくれませんか？先輩の元奥様だから仕方なく私も付き合って話をしてましたけど、いくら私が何を言ったって信じてくれなさそうだし、こうなったら私も出るところに出ますよ。いいんですか？いいですよ。うわ、だる。もう好きにしてください。どうせ言いがかりだし、こっちは婚約者がいるのにそんなにしつこくされたら本当に困ります。これで婚約破棄なんかになったら責任取ってもらいますけど。どうしてそんなに強気でいられるのか、私からするとすっごい不思議なんだけど。先輩となんて不倫してないからですよ。悔しかったら証拠を出してみろって言ってんの。さっきドライブレコーダーの録画があるって言ったでしょ。私の車から先輩が降りてくるってやつ？だからそれは仕事で会ってたって言いましたよね。いい加減しつこくないですか？病院の駐車場で哲郎が降りるシーンのみが録画されてたとでも思ってるの？は？ドライブレコーダーって運転してる間もずーっと録画してるんだよ。それくらい知ってる。車から降りるところが撮れてたってことは
当然その前後の動画も撮れてたって思わない？前後の動画？まあ重要なのは前の動画って言った方がいいかな。は？だから？意味がわからない。うちの妹夫婦の車、偶然にもずっとあなたたちの前を走ってたの。まあ時間的にも早朝だったし、同じ目的地ってこともあって、ずっとあなたたちが後ろをついてく形になってたみたいね。私たちが妹さんの後ろをずっと？妹夫婦の車、後ろにもドライブレコーダーのカメラがついてるんだ。以前友達が後ろからのもらい事故にあったらしくてね、それでつけておいたんだって。後ろにもカメラが？は？だから何？私が運転して先輩が助手席に乗ってる姿が撮れてたって言いたいの？そりゃ乗せてたんだから当然でしょ。そんなの。何？何でもない。思い出したんだ。は？何が？あの日信号で停車するたびに、やめて。あなたたちキスしてた。言わないで。会社の先輩とそんなことするんだ。違う、あれは。また言い訳ですか？どうぞ。私先輩に脅されてて。は？そうなの、私先輩に脅されててずっとセクハラパワハラ受けてました。あの日も突然先輩が家に来て、私仕事の失敗をバラされたくなくてずっと先輩に従ってました。ここまで来るとすごいね。逆に感心するわ。本当なの、ずっと言えなくて。これは先輩から逃れるいい機会かも。先輩を追い込むつもりなら私が奥さんの味方をします。あの動画を見たら誰だって言いなりでああなってるとは思わないよ。すっごく楽しそうに。私が強盗から逃げて怯えてた時に、二人で本当に楽しそうに。そうしないと先輩が怒るから。ねえ、私は奥さんの味方です。先輩を訴えるなら私も証言します。悪いけど先に私に寝返ったのは哲郎の方だから。え？あなたから届いたメールや二人で撮った画像、動画の数々すでに押さえてるの。嘘だ。十分証拠は揃ってる。訴えてもいいですか？やめてください。私婚約中なんです。彼に知られたら捨てられちゃう。そうなんだ。ふざけないでください。お願いします。何でもします。このことは彼には言わないで。それは無理かな。だってもう今頃彼の手元にあなたのいろんな画像が届いてるはず。急いでお得意の言い訳を考えた方がいいかもね。なんてことをしてくれるのよ。あんたこそ私の人生になんてことしてくれたのよ。2年も前からよその旦那に手を出して今更被害者面するのはやめてくれる？まだまだこれからだから。え？あんたがやってきたことの責任を取ってもらうから。その後私は哲郎とマナに慰謝料請求をした。妹夫婦のドライブレコーダー画像はとても役に立ち、相手の婚約にも大打撃を与えた。彼女の婚約は破棄され、会社での立場も危ういという話だ。離婚したばかりの頃はやるせない思いで生きる気力さえ湧かなかったけれど、ようやく前向きに頑張れそうな気がする。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。リコ。何？会社今日は何時に終わる？今終わったとこだと思った。そろそろじゃないかって。帰りにアイス買ってきてくんない？この前食べて美味しいって言ってたやつ。買ってきてって、今どこにいるの？リコの家。また勝手に入ったの？勝手にじゃないよ、鍵もらってるし。その鍵は万が一の時のために渡したやつだよね。私が鍵をなくしたとか、私が病気になったとか、私の家に置いてあるものを急遽必要になった時とか、それ以外は使わないでって言ってるでしょ。いいじゃん、俺たち付き合ってんだし。それとも俺が勝手に入るとまずいものでも置いてるの？そうじゃないけど、やっぱりそこは私のプライベート空間なの。勝手に入られるといい気はしない。別に何も見たりしないし、持って帰ったりもしない。いいだろ、ここが好きなんだから。そりゃそうだよね。勝手に入ってエアコンつけて、シャワーも好きなだけ浴びて、そっちにとってはいいことだらけだよね。
なんだよ、金か？電気代、水道代がもったいないとか思ってんの？それならこっちだってさ、車出してるんだからおあいこだろ。ガソリン代って案外高いんだぞ。ほんの近くのスーパーに行くくらいじゃない。ガソリン代がかかってるとしたら、和弘が家に来る往復分じゃないの？でもそれもお母さんの車でしょ？ガソリン代だってお母さんが出してるんじゃないの？細かいこと言うなよ。金のことでギャーギャー言う女は嫌われるぞ。和弘は実家暮らしだから、光熱費がどれだけかかるかもわからないんでしょ？毎月切り詰めて、なるべく無駄のないように過ごしてるのに。和弘が使い出してから、どれもガンと上がったんだから。せめて私が出勤の日は、来るのやめてよ。だから、ここが居心地がいいんだよ。家じゃ、おかんがうるさいしさ。それに、女の一人暮らしってのは危ないから、普段から俺みたいな男が出入りしてれば安心だろ？リコにとってもいいことだと思うけどね。じゃあせめて掃除してよ。トイレもシャワーも使ってるんだし、キッチンも汚したらそのままじゃん。いつも私が掃除して片付けて、うんざりなんだけど。だって、やり方がよくわからないし、それぞれに家のやり方ってあるだろ？勝手なことして怒られるの嫌じゃん。そう言って、結局何もしてくれない。ねえ、もう私、耐えられない。鍵返して。え、なんで？散々その理由は言ったはずだけど、そこは私が借りて、私がお金払って住んでるの。わかってるけどさ。わかったなら、今すぐ出て行って。鍵は新聞受けの中に放り込んでおいてくれればいいから。いや、鍵はさ、やっぱり持っておくよ。え、なんで？もう勝手に入らないからさ、さっきみたいに何かの時に俺が持ってた方がいいこともあるだろ。だから、とりあえず。いいって。よく考えたら、そういう機会もめったにないから。何かあったら不動産屋さんに言うし。真夜中帰って鍵がなかったらどうすんの？不動産屋ももう閉まってるよ。そんな時、夜中でも俺なら駆けつけれるし、絶対安全だと思うけど。そうなったら友達の家に泊めてもらう。一晩くらいならどうにかなるし。不動産屋が休みの前の日だったら？何日も休みの正月とかだったら？そんなレアなケース、そうそうないでしょ？もしもだよ。もしそうなったとしても、友達に泊めてもらうし、実家に帰るって手もあるから、とにかく一旦鍵は置いていって。それからまた何か不便だと思えば考える。今はこの状況が嫌なの。だからお願い。わかった。リコがそう言うなら。鍵を渡したのは私だから悪いとは思ってる。いや、俺が悪かったよ。リコに甘えて。俺はこの部屋がすごく好きだったから、ついいつも来てしまって。本当にごめんな。とりあえず、これからはお互いのプライベートを尊重し合える付き合いをしよう。そうじゃないと続けられない。まさか、別れるとかないよね。今すぐは。でも、このままずっと、和弘が勝手に家に入るのが続いてたら、ダメになったと思う。俺が部屋に行くの、そんなに嫌だった？私がいる時に、一緒に過ごすのは全然大丈夫。でも、私がいない間はやめてほしかった。私の部屋を私物化して、遠慮がなくなったあたりから、何か違うなって思ってたし、とにかく鍵を渡す前に戻れたら、それでいい。わかったよ。でもまたしばらくして、鍵を渡した方がいいって思ったら、その時は渡してくれるんだよね。それはわからない。渡した途端、またこうなるとしたら、すごく嫌だし。ならないよ。リコがここまで怒ってるって思わなかったから、今度からは絶対に気をつける。本当に？うん。だからさ、今回も鍵は返さなくてもよくない？それはない。鍵は一旦返してほしい。今すぐそこは出て行ってほしいし。ちょっと掃除しとこうか。掃除機くらいならかけておくけど。いいから、とにかく帰って。食器は？食ったものの食器がキッチンに置いたままなんだけど。また？もういい。とにかくそのまま出てって。私が帰ってからもそこにいたら別れるから。え、嘘だよね。本気。今私、かなり嫌になってる。わかったから、今すぐ出てくよ。まあ、ちょっと冷静になってくれ。それで、いつでも連絡くれ。わかった。じゃあな。あ、アイス、また今度ね。わかったから、早く出てって。鍵、忘れないでよ。うん、じゃあまたな。家に帰ると、キッチンは汚しっぱなし、シャワーの泡も散りっぱなしだった。新聞受けの中に入っていた鍵は確かに回収。しばらくは和弘に連絡する気にならず、3ヶ月が過ぎた。久しぶり。リコ、ずいぶん連絡くれなかったよな。一人の時間が快適すぎて、つい連絡を忘れてた。今日、俺、休みなんだよね。
そっちの仕事終わりに離婚地行ってもいい？ダメ。もう少し期間を置きたい。一体何が気に入らないんだよ。俺もう当分行ってないんだけど。いい加減会ってくれてもいいじゃん。本当にそうならね。どういう意味だよ。自分が一番わかってるんじゃないの？え？俺マジで行ってないし。とぼけるんだ。だから知らないって。私がいないとき密かに入ってるでしょ。なんでそんな言いがかりつけるんだよ。俺は知らない。鍵ならこの前返した。入れるわけないだろ。電気代相変わらずかかってるし、お風呂も綺麗にして出たのに水滴がたくさん残ってる時がある。買っておいたはずのプリンやアイスがなくなってるし、布団も変に乱れてる。最初は気のせいかと思ったけど、絶対におかしい。それは大変だぞ。俺が入ってないとすると誰か他の変態が入ってんじゃないのか。やっぱり危ないよ。俺が行った方がいいって。その変態の正体知ってる？誰だよ。俺が行ってとっちめてやる。無理だよ、和弘本人だもん。だから俺は知らないって。何でもかんでも俺を疑うのやめた方がいいぞ。じゃあさ、今どこにいるの？俺の家、おかんとテレビ見てる。どう見ても私の部屋で、私のベッドに転がってテレビ見てるようにしか思えないんだけど。え？ちょっと、驚いた弾みでジュースこぼすのやめてよ。布団が汚れるじゃない。ちゃんと洗ってくれるの？は、なんだよ、は。キョロキョロ上見たって無駄だって。いい加減なこと言うのやめろよ。俺は家にいる。引っかからないからな。いいよ、ちゃんと録画もしてあるし。この1ヶ月、入ってきたのは全部。え、録画？なんとなく変だと思ってたんだよね。鍵を返してもらったはずなのに、ちょこちょこ部屋に違和感があって、気のせいかなと思ってたけど、やっぱりおかしい。だから、1ヶ月前、詳しい知り合いに隠しカメラを取り付けてもらったの。そうしたら。いや、ちょっとそれってずるくない？反則だよね。何が？自分の部屋にカメラ仕掛けるのが？何も悪いことじゃないと思うけど。でも、何も言わずにそんなこと。ねえ、いつの間にスペアキーなんて作ってたの？私が鍵を返してって言う前から作ってたの？いや、それは。いつか返してって言われてもいいように、そうしてたの？すごく気持ち悪いんだけど。いや、違うって。せっかく預けてくれてる鍵、俺がなくしたら大変だと思って。それで万が一のために作っておいたんだよ。私に内緒で？よかれと思って。全然よくない。それなら、鍵を返してって言った時に、その鍵の存在も言ってくれたらいいでしょ？それを隠して家に忍び込むなんて。忍び込むって、リコが心配だから陰ながら守ってやったんだろ？俺がいなかったら、リコが仕事の日、もしかしたら変な奴が来てるかもしれないのに。もう来てる、そこに。俺？え、ちょっと待って。俺は自分の家にいるって。急いで帰りの支度始めたってもうダメ。コップ、そのままにしておく気？お菓子の粉も、布団乱れてるし。わかった、認めるよ。勝手に俺、入ってきてた。でも、本当に悪気はなくて、リコが心配でやってたんだ。ただ都合のいい場所を取り上げられたくなかったからでしょ？和弘にとって、もはや私なんかどうでもいい。光熱費を払わないで、自由に使えるその部屋が好きなんでしょ？違うって、リコが大切だから。もしそうなら、私が嫌がることなんてしないはず。勝手に私の部屋に入り込んで、自由に過ごして、何事もなかったみたいに、ゴミを持って部屋を出て、ほんと最低。今度こそ今すぐ出てって、二度と来ないで。まあ落ち着け。今回は俺が全面的に悪かった。でも何もおかしなことはしてないし、俺はリコの彼氏だよ。部屋に入るくらい、どうってことないだろ。とにかく嫌だって言ってるの。それに、今のこの時点から、あんたは私の彼氏じゃない。こんな私が嫌がることをし続ける人、付き合っていくことはできない。ああ、そうかよ。彼氏が家に来てくれてるってのに。喜ぶどころか怒り狂う女の方が気持ち悪いわ。もう二度とこんなとこ来るかよ。お前なんか俺から別れてやるよ。その日、和弘はスペアキーを置いて出て行っていた。私はその日のうちに数日前から計画していた引っ越しを実行した。新居に引っ越してから一週間後、和弘が不法侵入の現行犯で警察に連れて行かれたと不動産屋から聞いた。どうやらスペアキーはまだ存在していたようで、私が引っ越した後の部屋に入り込み、荷物が何もないことに怒り狂い、大騒ぎをしたようだった。今度彼氏ができたら、もう絶対に自分の部屋の鍵は渡さないようにしようと、心に決めた。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。夫の弘明は先月、仕事中の事故で急逝した。突然の別れに呆然として、悲しみに暮れていたが、なんとか納骨まで済ませ、娘のアリサのためにも、前を向かなくてはと思っていたある日のこと。陽子さん、今、時間あるかしら？お母さん、先日の納骨では、お世話になりました。お寺への手続きとかやっていただいて、本当に助かりました。それは他でもない、弘明のためだから。それにあのお寺は、由緒ある我が家の菩提寺ですからね。陽子さんに任せて失礼があったら、我が家の恥になるでしょ。あなたはいろいろとものを知らないし、常識がないところがあるから。だから、辛くてたまらなかったけれど、私がやってあげたの。すみませんでした。ああ、そうそう。いきなりだけど、来週そちらに行きますから。え、うちにですか？そうよ。それで、これまで私が買ってあげたものを返してもらいます。だから、すぐに持って帰れるように準備しておいてちょうだい。え、何を準備するんですか？だから、私が弘明のために買ってあげたものよ。車とテレビと空気清浄機と。車にテレビまで？あと、羽毛布団と。あの高い炊飯鍋は、あなたたちが使ってるものを持って帰るのも気持ち悪いから、あげるわ。炊飯鍋は、陽子さんが新しいのを買って、それを私に返してくれてもいいわよ。そんな、あんな高い炊飯鍋は買えません。そうよね。だから私が買ってあげたんだし。どうせ陽子さんは、大した料理は作れないでしょうから。せめてご飯だけでも美味しいものを、弘明に食べさせたくて。それで買ってあげたの。それから、私が買ってあげたものじゃないけど、弘明のスマホももらっていきます。え、弘明さんのスマホもですか？そうよ、スマホも。陽子さんはもう他人だから、弘明のものをあれこれ持っていてほしくないの。でも、弘明さんのスマホには、私たち親子の大事な思い出が詰まってて、まだ弘明さんと繋がってる気がして、解約もしてないんです。解約してないの？それはよかったわ。写真とかそういうのはコピーして、自分で持ってればいいじゃない。とにかく、スマホも渡してもらいますから、準備しておいて。わかりました。スマホだけは残してほしかったけど、突然溺愛していた息子を失う辛さは、私にも理解できたので、仕方なく義母に渡すことにした。一週間後。陽子さん、もうすぐ着くから準備しておいてね。あまり長居する気はないから。わかりました。もう少ししたら、アリサが幼稚園から帰ってきますけど、顔を見ていきませんか？アリサちゃんって、ちっとも弘明に似てないのよね。本当に弘明の子なのかしら。お母さん、いくらなんでも、それはひどすぎます。アリサは間違いなく、弘明さんの子、忘れがたみです。どうだか。まあいいわ。とにかく急ぐから、アリサちゃんは待たずに帰ります。そうですか。残念です。ああ、それと、弘明の位牌も持って帰るから、綺麗な布か何かに包んでおいてちょうだい。ええ、位牌もですか？それはやめてください。私もアリサも、弘明さんの位牌に話しかけることで、寂しさと悲しさをやり過ごして、なんとか毎日を過ごしているんです。どうか、取り上げないでください。じゃあ私たちは？私たちだって毎日弘明と話したいわよ。それにまだお仏壇もないんでしょ？それはまだこれから。そんなんじゃ弘明だって落ち着かないわ。きっと実家に帰りたがってると思うの。だから連れて帰ります。家も取られそうになったが、アリサのためにと頼み込んで残してもらった。位牌はかなり抵抗したが、半ば奪うように持ち去られてしまった。
数時間後。陽子さん、お話があります。お母さん、何でしょう。私が弘明と陽子さんとの結婚に反対だったのは知ってるわね。はい、弘明さんから聞きました。それは今も変わらないし、陽子さんと結婚したからこんな不幸が起きたんじゃないかって思ってる。そんな。私は陽子さんを家族だとは思ってないの。もう法律上も他人だから、今後は一切連絡してこないでちょうだい。え？確かに私は他人ですけど、アリサは？たった一人の孫じゃないですか。アリサちゃんが男の子ならね、いずれ結婚して名字を変えるでしょ？絶対に婿養子を取って、由緒ある我が家を継ぐって約束すれば、後継者として認めてあげてもいいけど、誓約書書ける？アリサはまだ5歳です。そんな将来のことを親が勝手に決めるわけにはいきません。それでは後継者と認めるわけにはいかないわ。そういうことだから今後は一切連絡してこないで。その後、私とアリサは私の実家に近い身の丈にあった少し小さめのアパートに引っ越した。私もパートで働き始め、少しずつ弘明さんのいない生活に慣れてきたところだった。陽子さん、お久しぶり。お母さん、どうなさったんですか？私には一切連絡するなっておっしゃってたのに。3ヶ月ぶりかしら。どう？元気にしてた？ええ、おかげさまでなんとか。陽子さん、あなた、今仕事は？はい、近くの会社でパートですけど、働いてます。そう、パートなのね。ところで、今ちょっと時間あるかしら？はい、今なら大丈夫ですけど。実はお願いがあるんだけど。私にですか？そう、あのね、実はうちを継がせたい子がいるの。え、誰ですか？それはあなたには関係ないでしょ。でね、その子にうちを継がせるにあたってアリサちゃんが問題になるじゃない。問題って？今のままじゃ、もしうちのお父さんが亡くなったら、アリサちゃんも財産を相続しちゃうでしょ。それのどこが問題ですか？その子の取り分が減っちゃうじゃない。え？我が家の後継者になるべくたくさん相続させたいの。養子にするつもりですか？ええ、そうしたいと思ってます。そこでね、アリサちゃんに相続放棄してほしいの。なんてことを。お母さん、それ本気でおっしゃってますか？もちろん本気です。その子を養子にくださいって言っても、すんなり了解してくれなさそうなの。だからアリサちゃんに相続放棄してもらって、こちらの誠意を見せて説得したいの。アリサに相続放棄させることが誠意ですか？安心して養子に来てもらえるように、早く手続きして一緒に住みたいわ。もうアリサのことはどうでもいいんですね。わかりました。私の両親と相談してからお返事します。なるべく早くお願いね。このことは私の両親とも相談した。アリサへのあまりの仕打ちに怒り呆れ果てていたが、そんな提案をしてくる人たちとは縁を切った方が良いという結論に達した。私たちは相続放棄の手続きを進め完了した。アリサももうこれで義母と義父とは無関係な他人になったのだ。義母からももう他人なのだから連絡してくるなと言われた。アリサは私の両親に可愛がられて、何不自由なく楽しく暮らしていた。そして2年が過ぎたある日、また義母から突然の連絡があった。陽子さん、お久しぶり。もうすぐアリサちゃんのお誕生日ね。お母さん、何かご用ですか？お願い、アリサちゃんに会わせて。突然何ですか？私たちは他人同士のはずですけど、あの養子にしたい子はどうしたんです？ああ、あの子のことはうまくいかなかったの。弘明の血を受け継いだ子はアリサちゃんしかいないわ。会わせてもらえないかしら？今さら何をおっしゃってるんです？アリサはお母さんたちに見限られたんですよ。あっちがダメだったからこっちってひどすぎます。それは謝るわ。でも今は一緒に暮らしてもいいと思ってるの。え？一緒に？そうよ、
陽子さん、今もパートで働いてるんでしょ？ええ、そうですけど。陽子さんじゃパートで働くのが精一杯よね。それじゃあ生活が苦しいんじゃない？面倒見てあげるから一緒に暮らしましょう。うちみたいな立派な家に住めるのよ。ね。結構です。お断りします。他人の家で暮らしたくはありませんから。でも生活が楽になるわよ。いえ、別に今苦しくないので。だって陽子さんのパート代だけじゃやっていけないでしょ？確かに私のパート代はそんなに多くはありません。でも十分に生活していけてます。そんなギリギリの生活じゃアリサちゃんがかわいそうじゃない。いいえ、全然ギリギリの生活ではないですよ。それに今私がパートで働いているのはアリサと一緒にいる時間を大切にしたいからです。え？どういうこと？ヒロアキさんの事故は労災ですから遺族年金が出てるんです。だから私のパート代で少し補えば十分に暮らしていけます。それにヒロアキさんが十分な保険に入ってくれていたので、将来のアリサの学費も全く心配ありません。そうなの。ところでお母さん、お父さんの具合はどうですか？え？何のことかしら？この間、私の母が精密検査を受けるために総合病院に行った時、お父さんを見かけたそうです。だいぶ様子が以前とは違ってたって言ってましたけど。それはちょっと悪いだけよ。お父さん、どこが悪いんですか？ちょっと脳梗塞で倒れただけよ。命に別状はなかったし、今リハビリしてるから、多分そのうち良くなるわ。そうだったんですか。大変でしたね。またお元気になるといいですね。だから、一緒に暮らして、助けてくれない？お母さん、私たちは他人ですから、無理です。私はアリサと一番辛い時に支えてくれた、私の両親のことを大事にしていきます。ヒロアキさんの位牌まで奪って、まだ5歳のアリサに、相続放棄させたお母さんたちとは、今後も連絡するつもりはありません。そんな。最後に、アリサの写真をお見せします。もう顔も忘れてませんか？え？これ、アリサちゃん？そうです。最近は、仕草も笑い顔も、ヒロアキさんにそっくりになってきて、時々泣きそうになります。まるで、ヒロアキさんが横で笑ってくれてるようで。そんな。最後にアリサに会って顔を見ておけば気づいたかもしれませんね。この後、義母の LINE はブロックして連絡を絶った。風の噂で聞いた話だが、義父は思い通りに動かない体のストレスでかなり荒れているらしい。もともと気性の荒い二人の怒鳴り合う声が毎日近所中に響いているそうだ。そのせいか、義母は一気に老け込んで見る影もなくなり、あまりの変わりように、声をかける人もいなくなったとか。気の毒だと思うが、私たちは他人だ。今日もアリサは私の横で、ヒロアキさんそっくりの笑顔で笑ってくれている。これからもこの笑顔を大切に守っていこうと思う。陽子さん、こんにちは。お母さん、こんにちは。ヒロアキは元気にしてるかしら？はい、ヒロアキさんもアリサも元気です。このところ気温が不安定だから風邪なんてひかせないでちょうだい。わかりました。ところで陽子さん、二人目はまだなの？まだです。そう、いつまで経ってもできないわね。アリサちゃんはいくつになったんだっけ？この間5歳になりましたけど。この間？あら、忘れてたわ。もう5歳になるなら2人目ができないのおかしくないかしら？そうですか？おかしいわよ。病院へは行ったの？いえ、もうすでにアリサを授かってますし。何のんきなこと言ってるの。早くしないと私たちもあなたたちもどんどん年を取っちゃうじゃない。え？お母さんたちもですか？そうよ。男の子が生まれたらいろいろとやってあげることがあるでしょ。生まれた男の子は由緒ある我が家の跡取りになるんだから、しっかり教育しなきゃ。陽子さんには任せておけないわ。はあ。不妊治療はしないの？
このままじゃ我が家が途絶えてしまうじゃない。あなたたち、もしかして費用が心配で不妊治療できないんじゃない？いえ、できないんじゃなくてしないんです。費用の問題でもありません。もうアリサがいますから自然に授かればいいねってヒロアキさんと二人で話してます。まったく、ヒロアキもあなたも分かってないんだから。こうなったらヒロアキは私が説得します。費用もこちらで負担するから治療を始めるのよ。いいわね。翌日、陽子さん久しぶり。アミさんお久しぶりです。この間はアリサに誕生日プレゼントを送ってもらってありがとうございました。いえいえ、今朝ヒロアキから連絡があって、昨日おばさんから二人目のことでせっつかれたって。不妊治療はしないってヒロアキもはっきり言ったんだって？うん、そうみたい。ヒロアキが陽子さんもきっとあの人からひどいことを言われただろうって心配してた。でね、陽子さんは多分誰にも話せないから愚痴を聞いてやってくれないかって頼まれたの。それで連絡くれたのね。ありがとう。私は大丈夫。すっかり慣れっこよ。ヒロアキもかなり平行してたよ。自分の母親ながら困ってるって。ヒロアキ、そんなこと言ってた？うん。二人目を授かったら、それはそれで。あの人はあからさまにアリサをないがしろにするだろうって。それは私とも話してる。アリサを守らなきゃって。お母さんは、うちにいろんなものを送ってくるんだけど、今でもヒロアキのものばっかり。そういえばヒロアキ、あの人はお金で人をつなぎ止めようとするからなって言ってたわ。お母さん、アリサの誕生日すら忘れてた。え？たった一人の孫なんじゃないの？そうなんだけどね。女の子はいずれお嫁に行って家を出るからって、あんまりアリサに関心がないみたい。未だに息子しか視界に入ってないみたいよ。それはひどい。ヒロアキはそんな母親のもとでよくまともに育ったね。それはアミさんたちのおかげだって。アミさんのご家族がまともな家庭を見せてくれたから、うちがおかしいって気づくことができたって言ってた。そうなんだ。とにかくおばさんの言うことは聞き流していいんだからね。アリサちゃんを大事にしてあげて。ありがとう。そうする。1ヶ月後、陽子さん、今どこにいるの？ごめん、運転中だった。ヒロアキからも着信があったからかけ直さなくちゃ。あのね、陽子さん、急いで中央病院まで来て。え、どうして？ヒロアキが仕事中に事故に遭った。え？中央病院に運ばれて今手術してる。なんでアミさんが？ヒロアキが会社に届けてる緊急連絡先の2番目に私を書いてたらしい。陽子さんと連絡がつかなかったから私に連絡が来た。私、運転してたから。うん、わかってる。私も今病院に向かってるから陽子さんも急いで。自分の車じゃなくてタクシーで来るんだよ。おばさんには私から連絡しとくから。それにしてもヒロアキ、緊急連絡先の2番目を実家じゃなくて私にするなんて、よっぽど両親と距離を置きたかったんだね。とにかく陽子さん、落ち着いて。気をつけてきて。わかった。残念ながら、ヒロアキが元気な姿で我が家へ帰ってくることはなかった。私とアリサを残して、ヒロアキは突然旅立ってしまった。3ヶ月後。アミちゃん？え？ヒロアキ？違うわよ、おばさんよ。ヒロアキの母親。びっくりした。なんでおばさんがヒロアキのアカウントから？アカウント？何それ？これはおばさんのスマホから送ってるんですか？違うわよ、ヒロアキのスマホから送ってるの。え？どうしてヒロアキのスマホをおばさんが持ってるんです？どうしてって、陽子さんから返してもらったの。陽子さんから取り上げちゃったんですか？取り上げたなんて人聞きの悪い。ヒロアキの位牌は無理やり取り上げたけど、陽子さん、スマホはすんなり渡したわよ。ヒロアキの位牌まで取り上げたんですか？おばさん、それはひどすぎる。そう？ヒロアキの大学時代の友達の山崎くんと連絡を取りたかったから。
スマホは返してもらったの。なぜですか？ねえ、アミちゃん、ひろあきのお葬式に来てた大学時代の友達の中に前の彼女がいたでしょ？さとみさん？うん、いたけど。男の子を連れてきてたの、気づいた？そうでしたっけ？あんまり覚えてない。あの男の子、ひろあきの面影があったのよ。だからひろあきのスマホで山崎くんを調べて、彼経由で前の彼女に連絡したの。聞いたら彼女シングルマザーで息子は9歳ですって。あの子は多分ひろあきの子よ。元カノのさとみさんはひろあきの子だって言ったの？いいえ、違うって言ってるけど。間違いないわ、私にはわかる。だからあの子を養子にしようと思うの。養子？そう、我が家の後継者として迎えたいの。待って、おばさん、さとみさんはひろあきの子じゃないって言ってるのに。見ればわかるわ、ひろあきの子よ。彼女が隠したがってるだけ。きっとうちの家柄とかいろいろ説明したら気が変わるはず。だからアミちゃん、あの子を養子にするの手伝って。おばさん、申し訳ないけどそれはお断りします。間違いなくひろあきの血を引いたアリサちゃんがいるでしょ。アリサちゃんが婿を取って継いでくれるって約束すれば後継者として認めるけど、陽子さんがそれはできないって。それはそうでしょ、アリサちゃんはまだ5歳ですよ。だからあの男の子を養子にしたいの。だったらおばさん、まずあの子の DNA 鑑定をしてひろあきの子だって証明してください。養子だなんだの話はそれから。実の子のアリサちゃんがあまりにもかわいそうです。さらに2ヶ月後。アミちゃん、もしかしておばさん、まだひろあきのスマホを使ってるんですか？実はさとみさんがなかなかあの子の DNA 鑑定をさせてくれなかったの。普通はそうでしょうね。だからね、アリサちゃんにうちのお父さんが亡くなった時の相続を放棄してもらったのよ。それで全部あの子に継がせるから検査して養子にさせてくださいってお願いしたの。え？相続放棄させた？アリサちゃんに？そう、司法書士に聞いたらお父さんが死ぬ前でもできる放棄があるって。それだけの誠意を見せたら検査させてくれるかと思って。おばさん、それはあんまりですよ。アリサちゃんがかわいそう。陽子さんは了解したの？陽子さんのご両親といろいろ相談してたみたいだけど、結局了解したわよ。これからは他人として一切関わらないって条件でね。アリサちゃん、あまりひろあきに似てないじゃない？ひろあきの子じゃなかったのかも。おばさんって鬼ですね。あら、アミちゃん、なんて言い方するの？由緒ある我が家を守るためでしょ？で、あの子の DNA 鑑定はさせてもらえたんですか？さとみさんも相続放棄させたって聞いて驚いてて、 DNA 鑑定させてくれたんだけど、ひろあきの子じゃなかったの。でしょうね。あの DNA 鑑定は間違ってるんじゃないかしら。もう一回やってもらう？どうしたらいい？再鑑定の必要はありません。おばさんが自分の思い込みだけで突っ走った結果です。おばさんはひろあきだけじゃなくて、その血を継いだありさちゃんも失ったんです。これからは由緒ある血筋のおじさんと二人で仲良く暮らしてください。数時間後。陽子さん、元気？アミさん、なんとかやってます。さっきおばさんからありさちゃんが相続放棄させられた話を聞いたの。大変だったね。聞いたんだ。うん、結局手続きしちゃった。ひどい母親だよね。まあ正直びっくりしたけど仕方なかったんでしょ。ひろあきが突然いなくなって悲しみのどん底にいるのに、いろいろと追い打ちをかけるようなことをされたんだもん。縁を切りたくなって当然だと思う。ひろあきもおばさんはお金で人をつなぎ止めようとするって嘆いてたじゃない。お金でつながってたらもっと理不尽なことをさせられてたかもね。だから陽子さんはその罪悪感の分だけアリサちゃんを幸せにしなきゃ。そうだね。さすがにアリサちゃんへの仕打ちがひどすぎるから、うちもおばさんたちとは距離を置くことにしたよ。おばさんはまだ養子のことは諦めてないみたいだけど、陽子さんはおばさんのことは忘れてアリサちゃんと幸せになって。
アミさん、ありがとう。2年後、義母から復縁を迫る連絡があったが、きっぱりと断った。義父が倒れてリハビリ生活で大変らしい。風の噂では怒鳴り合いの毎日で、義母は変わり果て見る影もなくなっているそうだ。アミさんからも連絡があった。いずれあの家の財産はアミさんのお母さんかアミさんが継ぐことになるので、義母に泣きつかれて財産管理だけは手伝うことにしたそうだ。驚いたことに、義父が投資に失敗してあの家の財産は底をつきかけているらしい。まだ借金こそないものの、見えっ張りな義母の浪費癖もあって、そのうちあの家は手放すことになるだろうと言っていた。ひろあきの位牌もいずれは私たちに返してくれると、アミさんが約束してくれた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。今何してた？結婚式場のパンフレット見てた。結婚式って正直どこも一緒なのかと思ってたけど、それぞれ個性あるんだね。人気のところはナチュラルな雰囲気取り入れたりしてて、やっぱりうなずける。そうか。ゆき、ありがとうね。え？何が？結婚式、あげる気なかった私を説得してくれて。うちの親にさっき、式をあげることにしたって言ったら、すごく喜んでた。式あげたくないって私に言われた時は、本人がそういうの習って諦めたけど、本音はやっぱり娘の花嫁姿が見たかったって。私また親孝行しそびれるところだったよ。また？成人式も行ってないから振袖姿見たかったってずっと言われてる。今度は花嫁姿も見せてもらえなかったって一生言われるところだった。うん。勇気のおかげだよ。本当にありがとう。こうなったらいい式にしようね。楽しみになってきた。あのさ。ん？そのことなんだけどさ。どうしたの？ちょっと考え直してもいいかな。考え直すとは？式やめるの？やっぱ恥ずかしい？男の人ってやっぱそうなのかな。式というか、結婚。え？ごめん。俺からプロポーズして結婚式も挙げた方がいいとか言っておいて、本当にごめん。え、何？どうしたの？ちょっとびっくりなんだけど、ドッキリ？いや、そういうんじゃなくて。マジのやつだ。ごめん。え、ちょっとよくわからないんだけど、私と結婚したくなくなったってこと？そもそも、結婚したかったのかなって。は？俺、すごく焦ってて、当てつけ的な、そんな感じになってて。当てつけ？元カノに。え？どういうこと？ SNS で、元カノが婚約したって投稿してるのを見て、それで。それで私にプロポーズしたの？むしゃくしゃしてた。もうどうにでもなれって思ってた。それってすごく失礼だよね。わかってる。すごく申し訳ないことをした。私とは2年付き合って、その間も元カノのことが好きだったの。ずっとってわけじゃない。彼女とは遠距離で、別れ方も曖昧で。最後は空港でお互い泣いて、引き裂かれるように離れ離れになって、その寂しさを埋めるように、真由子とは付き合って。明るい真由子にどんどん惹かれて、好きだったって時期も確実にあったけど、やっぱりどこかに元カノの存在があって。SNS を覗き見てたんだ。覗き見るっていうか、お互いフォローし合って、現世では結ばれなかったけど、来世では、みたいなメッセージも送り合って。私の知らないところで、そんなことを。もう、彼女との接点はありえないと思ってたし、俺の気持ちも吹っ切れてるって思ってた。だけど、彼女が婚約したって投稿を見た途端、俺、すごく動揺してることに気がついた。まだ、彼女のことが好きだったんだって、ようやく気づいた。だけどもう遅いし、どうすることもできない。だから。だからって私にプロポーズする？混乱してた、やけになってた。プロポーズしたら、真由子は OK してくれて、親に紹介し合って。なんか、どんどんトントン拍子に進んでって、何も考えず、その流れに乗るのもいいかなって。じゃあどうして？式をあげたくないって私に、あげようって言ったの？
彼女がウェディングドレスの試着画像を投稿してて、それに対抗しようかと。それだけのために？そう、それだけのために。だから俺、今日考えてたら急に怖くなってきて、彼女に対抗するためだけに結婚しようとしてる、彼女への当てつけで式まで上げようとしてる、それでいいのかって思い始めたらどうしようもないくらい怖くて。今ならまだやり直せる。お互いに席を入れてしまったらもう遅い。やり直すなら今だって気づいたんだ。やり直す？元カノと？さっき彼女に俺とやり直してほしいってメッセージを送ったら、彼女から、あなたはずるい、そんなことを言うなら身綺麗になってからにしてって返ってきた。だからそうしようって思った。そんなの今更そんなのないよ。今だからまだ間に合う。式も挙げてないし結婚届も出してない。ギリギリのところで気づけたんだ。これをごまかして話を進めるなんて俺にはできない。もっと真由子を傷つけることになってしまう。傷つくのは私だけじゃないよ。私の親だって、勇気の親だって、周りみんなを傷つけるし迷惑かけちゃう。結婚してしまったらもっとだろう。今ならまだ傷は浅い。それに全部俺のせいにしてもらって構わない。本当にそうなんだから当然でしょ？うん、そうだね。俺がみんなに説明する。俺が全部責任取るし、悪者になる。なるっていうか悪者だってば。何とでも言ってくれて構わない。俺は嘘をつきたくない。気持ちに正直に生きたい。今まで遠回りしたけど、俺には彼女が必要なんだってよく分かった。真由子を傷つけた代償はきちんと払う。俺を許してほしい。許す？許さなくていい。俺を憎んでくれても構わない。俺が悪いんだから。自分に酔ってるの？バカみたい。あんたなんかと夢見てたなんて、私最悪。何とでも言って、全部受け止めるから。もういい。元カノのとこにでもどこにでも行けば。ただし代償はきちんと払ってもらうからね。俺なんかと今まで付き合ってくれて本当にありがとう。そして別れてくれてありがとう。勇気とは破談。結納金100万の返還はなく、それがそのまま慰謝料となった。そして3ヶ月後。こんばんは。どの面下げて連絡してきたの？ごめん、どうしても聞いてほしくて。聞く話なんかもうないよ。元カノさんとお幸せに。違うんだ。彼女とはもう進む道が違ってた。振られたんだ。騙されてた。あ、そう。それで私に愚痴りに来れるなんて、相当心臓に太い毛が生えてるんだね。気づいたら真由子しか思い浮かばなくて、俺真由子の優しさにずっと甘えてたんだな。勇気に優しい真由子さんは死にました。なのでもう連絡してこないでください。真由子ごめん。俺がそこまで傷つけて君を壊してしまった。本当にバカだった。あんな女の、あなたはずるい、そんなことを言うなら身綺麗になってからにしてって言葉を鵜呑みにして、俺花束持って彼女に改めてプロポーズしに行ったんだ。婚約者とも別れた。俺と結婚しようって。そうしたら彼女、変質者でも見るような目で俺を見て叫んで逃げ出して、警察呼ばれて。うわ、ひどいよな。俺をストーカー呼ばわりだよ。ずっと SNS で監視されてた。怖かったって言い出して。あんなこと言うような女じゃなかったのに、婚約者の男に丸め込まれたんだな。ひどい話だよ。でももう俺は彼女を救うことは断念する。あの女はもう俺の知らない別の女だ。へえ、それでのこのこと私の元に。俺にはやっぱり真由子だったのかなって。こういうのってよくあるんだってな。マリッジブルーっていうのかな。結婚前にこれでいいのかって気の迷いが起こるってやつ。俺にはないと思ってたけど、わからないもんだよな。でもこれで再確認できた。きっぱり元カノへの思いも立てたし、今度こそ迷いも何もなく一途に真由子を思って結婚できるよ。待たせてしまって本当にごめん。今度こそ迷わない。一生君を幸せにする。あれ、真由子、真由子ちゃんと見てる？え、ああ終わった。あまりにバカらしいから YouTube 見てたよ。え、もう無駄話はない？無駄話？私にはもう関係のない話だから。無駄以外の何者でもない。違うよ、真由子の将来に大いに関わる話だよ。俺は改めて真由子にプロポーズしたい。本当に大切なのは誰なのか今回のことでよく分かったんだよ。
あまりに優柔不断な俺に呆れるのはよくわかる。でも人間なんだから、迷うことなんていくらでもあるだろ。迷った挙句、その時その時ベストな選択をして、そしてその先で気づいて、また修正していく。人生ってそういうことの繰り返しだよね。俺は今回、迷いに迷って、そして気づいて帰ってきた。そんな俺を、まゆ子ならきっと理解して受け入れてくれるって信じてる。なぜなら、まゆ子は運命の人だから。俺の大切な女神だから。まだ続くの？私たちはすでに終わってるの。いくら取り繕ったって、もう勇気への思いは戻らない。さっきから、最もそうな言葉を並べてロマンチックに彩ってるけど、私には全く響かないし、戯言にしか聞こえない。元カノにコテンパンに振られてざまみろ。ストーカー呼ばわりされてて、ほんとウケる。婚約破棄になって落ち込んでた私にとっては、吉報の何者でもないよ。わざわざ報告してくれたのはありがたいけど、もうこれ以上は聞いてられないからブロックするね。あ、私、SNS はやめたから探しても無駄だよ。今後は勇気の目の届かないところで、ひっそり幸せになるつもりだから、絶対邪魔しないでね。それから3年後、私の結婚式に、どこで調べたのか花束を持った勇気が現れ、ちょっとした警察沙汰になった。後で警察から聞いた話だけど、勇気はすでに妻がいた。にもかかわらず、どこからか私の結婚を嗅ぎつけて、いても立ってもいられない気持ちになり駆けつけたそうだ。邪魔しないでねってことは、私を忘れないでと言われたようなもんだと意味のわからない主張をしたと聞いて、かなり震えた。今後、何もなければいいけれど。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。